皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回以前にね、ヘインズのビーフィー T シャツ、肉厚の、シンプルなね、ベーシックなボックスタイプの白い T シャツなんですが、そちらもねご紹介させていただいたんですが、今回はもう一つね、ちょっと違ったタイプの、白 T、真っ白のねT シャツなんですが、これもね、ファッション詳しい方は、有名なブランドなんでご存知だとは思いますが、ちょっとね、白 T 問題、今年ね、どんな白い T シャツ着ようかなってお悩みの方もたくさんいらっしゃると思うんで、選択肢の一つとしてね、参考にしてみてください。普段ね、音楽、ファッション、それから、なんか風の時代なんて言われてますが、少しでもね、なんか、その考え方など、少しも皆さんのお役に立てたらいいなと思って動画を配信させていただいております。もしよろしかったらね、興味のある方、共感していただける方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、いろんなね動画上げてるんでご覧になってください。音楽に関しては今どうしてもね、僕のウェイトがですね、藤井風さんウェイトをね占めてます。彼の魅力にずっぷりハマっちゃったもんで、音楽のことに関しては藤井風さんのお話がメインになってるんですが、そこからねちょっと派生して、お話の流れで自分の好きな音楽とかも紹介させてもらっています。どうかね、興味ある方はぜひよろしくお願いします。今回紹介したい T シャツなんですが、これは多分ね、今年発売になったのかな、多分新しい、割と新しいと思うんですが、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、これですね。もう結構老舗ブランドというか、一度ね倒産してるのかな、まだ買収されて今復活で、日本でもねすごく人気があります。フルーツオブザルームっていうブランドのヘビーウェイト、7オンスなんで、めちゃくちゃ分厚い方はそうじゃないけど、まあ分厚めの、これポケットがついてるタイプなんですが、今回ちょっとね、たくさんの方が発信してたので、ちょっと気になりましたので購入してみました。開けてみて、着てみてってところまでね、やっていきたいと思いますので、興味ある方は最後まで見ていってください。はい、ということで、ちょっとまだね、本当にね、まだ開けてないんで、ちょっと今から開けてみたいと思います。はい、これもね、こうパッケージが可愛いですよね。はい、開けてみました。7オンスなんで、そうですね、まあ程よい厚さですね。ビーフィー T シャツ、ご存知の方、ね、いらっしゃると思う。ビーフィー T シャツに比べると、ここのねネックがですね、ネックがちょっと緩いかなという感じがします。ビーフィー T シャツ苦手な方で、なんで苦手なんですかって聞くと、大体ここなんですよね。ここはちょっとやっぱこう詰まりすぎてるから、ビーフィーあんま好きじゃないなって方いらっしゃるんですが、そういう方にはね、こっちの方が向いてるかもしれません。割となんかこう、そうですね、好みですが、僕はね割と詰まったのも好きなんですよね。緩めのも全然着るんですが、ビーフィー好きなんですが、ちょっと緩いかな、僕の感覚はちょっと緩めかなっていう感じはします。そして今回僕が買ったのはポケットがついてるタイプなんで、そうですね、スマートフォンは入らないかもしれないけど、この AirPods ぐらいだったら入るかな。ぐらいかな。タバコとかは入るかもしれないですね。僕ちょっとタバコ吸わないんですが、タバコぐらいだったら入るかもしれないですね。ついてると割と便利なんで、今回はポケット付きのタイプをね、購入しました。
あとね、さっき見つけたんですが、ここ裾の部分にこういったロゴがね、さりげなくついてます。非常にさりげない。これは好きな人好きですよね。こういうの嬉しい。文字なしでこのね、ロゴの絵だけっていうのがね、またいいですよね。こういった感じで、これは多分人気あるタイプでしょうね。そんなにオーバーサイズといった感じでもないですが、ストーンとボックスの、これは多分好きな人多いと思います。ちょっと着てみますのでお待ちください。はい、着てみました。私身長が177センチ、体重60キロ、今回は、サイズが XL ですね。クルーネックタイプで、ポケットありの方を購入しております。よかったらね、着用感参考にされてみてください。先ほども言ってたんですが、このネックの部分ですね、やや緩めです。緩めが好きな方は全く問題ないと思いますが、きつめが好きな方、ちょっと物足りないかもしれないですね。おそらくジャストサイズで言うと僕は L サイズだと思います。今回は太めのボトムに合わせて XL を購入しております。はい、ちょっとねブランドの、紹介をしたいと思いますが、フルーツオブザルーム、さっきもね言ったんですが、一度、倒産をしてるんですが、まあ、ある方が買収して今ね再生されて大人気、日本でもね人気あるブランドなんですが、フルーツオブザルーム、ルームっていうのが織り機、織り機ですね、ガタガタ、織り機を意味します。そして、フルーツは実を結ぶっていうね意味を含むみたいなんですが、まあ、その繊維業で成功していこう、成功するっていう強い思いがね込められたブランド名になっております。やっぱりね、さっき言ってたように、前回のヘインズビーフィー T シャツと比べるとちょっぴりこの辺にね、余裕があるというか、緩めというか、まあ、これ好みなんでしょうけど、僕別にねどちらがどうとかいうのはないです。ただやっぱり洗濯でちょっと緩くなるのかなっていう感じは少ししないでもないんですが、まあ、こっちのタイプの方が好きな人多いかもしれないですね。ビーフィーは確かに頑丈です。洗濯何度してもなかなかね、へたれないというか、くたっとならないんですが、こちらはどちらかというと洗濯によって、まあちょっとねまだ今日初めて来たんであれなんですが、好みかな。こっちが好きな人もね多いと思います。透け感はねちょっとあるのかな。気になる方は下に1枚ね着た方がいいと思いますが、僕はそんなに気にならない、そんなにねスケスケって感じでもないです。全然1枚でも十分に着ていただけるんじゃないかなと思います。まあ、ポケットもねやっぱりあるといいですよね。サイズ展開は XS から XL まであります。概要欄に、サイズ載せておきますので、よかったらねチェックしてみてください。あとリンクも、僕は一応 Amazon で買ったんですが、リンクも貼り付けてますんで、よかったら参考にされてみてください。白い T シャツね、選択肢はたくさんあっていいと思います。今ね、まあ、例えばユニクロさんとかも、着てる方多いんですが、ユニクロはねもちろんいろんなジャンルあります。僕もねユニクロの白い T シャツ3種類か4種類持ってますが、もちろん今でもね全然着るんですが、まあ一個ね問題はやっぱり被りますよね。街で一緒だっていう風にねなる方多いと思うんですが、まあ、その中ユニクロももちろんねヘビーローテーションするんですが、まあ、ちょっとユニクロとはね違うのなんか一個欲しいなって方、まあ、前回のヘインズビーフィティジャツもそうなんですが、今回のこのフルーツオブザルーム、僕はポケット付きをねおすすめします。でカラー展開も、グレーブラックなんかもあります。まあ、ネットからねすぐ簡単に買えますので、ぜひチェックしてみてください。非常に使いやすいアイテムかなと思います。僕はねちょっと大きめで XL なんですが、まあ、ジャスで着るんだったら僕の身長177センチ60キロであれば L でもいいのかもしれません。今ボトムがね僕割と太めの方が多いので、今回は XL で
購入しております、うん、ということで、いかがでしたでしょうか、フルーツオブザルームの、多分新作だと思うんですがね、ヘビーウェイト7オンスなんで、あのめちゃくちゃ分厚くはないですよ、まあ、ほどほどです。あのペラペラじゃないけど、そんなにガシガシもしないっていう感じ、程よく着ていただけるんじゃないかなと思います。ぜひね、参考にしてみてください。今回は、まあ、白い T シャツだったんですが、まあ、いろいろね、あのさっきも言ったんですが、音楽、ファッション、いろんなね発信ね、これからもしていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、さよなら。